これはね、タウンエスノアのね、タイミングベルト。今日日曜日でね、金曜日の夜中交換して、で、まあ今はね、もう調子いいんですけど、金曜日のね、晩、交換した時に、まあちょっと子供とね、一緒に雇って、で、いろいろね、まあ、教えたりとか、で、まあ、ちょっとこの線入れてんのが、何やろ、まあ、一旦一番最初ね、マーキングして、一応、下のクランクのギアとか、まあ、これも、ちょっと回したら、マークね、チューボがちょっとついてるんで、で、クランクのね、ギアにも印あるんで、まあ、上位視点とかね、その辺ちょっと出してからやるのが一番いいんで、合わせたんですけど、もともとちょっと、その段階でズレがあったんで、まあ、一旦ベルト取って、ね。で、まあ、一旦つけて、まあ、エンジンかかるところでね、ちょっと走って、まあ、低速、調子悪い時はね、ここの、針を緩めて、ギアを、どっちやってんのかな、ちょっと、まあ、一応筋入れてね、一コマか二コマぐらいこう、前に回すね。中速が調子悪いときはね、逆に、ギアを、こっちに、ちょっと回して、ちょっと今ちょっと、はっきり、まあ、どちらかのね、操作を行えば、そのセンターに持っていったらね、調子よく行けますんで、まあ、そういうね、私は調整方法をしてます。まあ、以上です。